画で。もしもし。あ、マリナ、勉強進まないんだけど、気分転換に今からカラオケ行かない？あー、今家じゃないんだ。今どこにいんの？田舎のいとこんちに向かってるとこ。そうなんだ。じゃあ他の子誘うわ。うん、ごめんね。あー、そろそろ電波届かなくなるかも。え、どんだけ田舎な。あ、まあいっか。はあ、ほんと田舎だな。あ、ごめんなさい。こっちこそぼーっとしてて。これ、花火大会のパンフレット。あなたの？あ、ありがとう。受験のための数学マスター？受験生なの？うん。うちの高校じゃないよね。どこから来たの？東京。そうなんだ。ここ何もないけど本当にいいところだよ。この先に私の大好きな場所があるんだ。案内してあげるよ。明日はどう？え？私急いでるからまた明日ね。バイバイ。あ、ちょっと。マリナちゃん、待った？いえ。受験勉強か。私も去年は辛かったけど、大学って本当楽しいよ。部屋は掃除しておいたから、集中して勉強できると思う。ありがとう。おはよう。ねえ、昨日頑張ってたみたいだし、ちょっと息抜きしてきたら？うん。じゃあ少し外行ってみようかな。行ってきます。って言ってもこの道しか知らないな。ごめん、遅れちゃった。待った？え？あ、ああ、うん。じゃあ行こう。あ、あのさ、名前なんて言うの？あれ、言ってなかったっけ？私山本咲。あなたは？私小林まりな。よろしくね。うん、よろしく。さきちゃんって何年生？高3だよ。え、そうなの？じゃあ一緒だね。受験大変だよね。受験？ああ、私大学には進まないんだ。そうなんだ。着いたよ。ほら、見て見て。すごいでしょ、この丘からの眺め。うわ、すごい。街が一望できるね。何かあった時にはいつもここに来るんだ。ここに来ると落ち着くの。そういえば、いつまでいるの？5日後の日曜日に帰るんだ。そっか。じゃあまたね。うん。え？土曜？ああ、桜川の。マリナちゃん、サキちゃんが来てるんだけど。え？ああ、でも勉強中だから。マリナちゃーん！はあ、もう。マリナちゃん、昨日は楽しかったね。ああ、うん。それで土曜日なんだけどね。ああ、あのさ。何？私勉強しなきゃいけないから遊んでる暇ないんだ。ごめんね。いや、ちょっとで終わるから。あのね。サチちゃんは将来のこととか考えてるの？私は今将来のために勉強してるの。何も考えてないサチちゃんとは違うの。私にだってちゃんと夢はあるよ。将来についてもちゃんと考えてる。マリナちゃんの夢って何なの？え、大学入って。サチちゃんに私の気持ちなんかわからないよ。どう？
勉強進んでる？ああ、疲れが出たんじゃない？そういえば、明日は桜川で花火大会だよね。ほら、咲ちゃんが誘いに来てたじゃない。行くの？え？花火、誘いに来てくれたんだ。昨日は咲ちゃんにひどいこと言っちゃったな。咲ちゃんの話も聞かないで。マリナちゃんの夢って何なの？将来とか言っちゃったけど、私の夢って何だろう？考えたことなかった。雨、やむといいな。今日晴れてよかったね。咲ちゃんと来なくてよかったの？あ、いや、探してるんだけど。始まった。人多くてよく見えないな。もっと高いところ行けばよく見えるんだけどね。うん。あ、もしかして、わー、綺麗ね、マリナちゃん。あれ、マリナちゃん、サチちゃんはきっとあの丘にいるはず。サチちゃん。え、マリナちゃん。こないだはごめん。ちょっとイライラしてて、サチちゃんにひどいこと言っちゃって。私も誘いに行くタイミング悪かったよね。ごめん。私、昨日考えたんだ。私の夢って何なのかなって。そしたら、進学してその先のことは何も考えてなかったんだよね。今すぐには夢見つかりそうにないけど、私もサチちゃんみたいに、自分には夢があるってはっきり言えるようにしたいと思う。そういえば、サチちゃんの夢って？私の夢？秘密だよ。え？今度会った時に教えてあげる。あ、花火一緒に見よう。うん。花火が一番綺麗に咲くためには空中で一度止まらなきゃいけないんだって。そうなんだ。もしかしたら私も立ち止まって考える時間が必要なのかな。そうかもね。マリナちゃんもきっと花開くよ。